痛い。あー痛い。強いですよ。あ、本当ですか。はい、じゃあここは私変態ですかね。そうですね、これ多分クレームきますよ。マジですか。あ、はい、全然私気持ちいいけどな。男性は割と早いのが好きなんですって。でもなんか割と女性はじわーっとゆっくり入れて、はい、まあ、やっぱり優しく丁寧にみたいな感じが好きな人が多いらしいです、はい、少し遅めで。なんか男性だったら結構ギュッギュテンポよくやって、はい、女性だったらちょっとデリケートに、はい、リズミカルな感じよりはこういうなんかリラクゼーション的な感じでスローにしてみたいなのが望ましいって言ってました。自分もリズミカルなのダメなんで、うん、あれですね、大変ですね。リズミカルなのダメなのにリズミカルにするように押すっていうの結構苦痛ですよね。苦痛です ね、 ね、自分がやられたくないやつをやるっていう。そうなんですよ、うん、青が好きなのに赤を着てるんですよ。そうそうそう、それは辛いね。それは辛いですよね。でやっぱりその自分のわからない世界なんで、その正解の見えない中でビクビクと怯えながらやるようになるんで、ビクビクしちゃう。だからやっぱ怯えながらやってるのを悟られないとまた変な力が入ったり入りますね。丹野さん大変ですね。神経質なんですよね。多分あれなんですよね、いろんなことが分かっちゃうというか気になっちゃうというか見えちゃうというか。そうなんです、見えちゃうんです。うん、他の人が鈍感なところも結構敏感に察知したり、はい、そうですね、してるから疲れますね。だから逆に言うと自分がいくら細かいところに気づいて訂正したりとか、うん、そういうことをしてても、うん、普通の人が気づかないことを自分が、うん、なんかこうそこにこう目がいっちゃって勝手に疲れてるんですよね。でも自分は目がいっちゃうから、うん、やっぱりその自分がそうなんで世の中にそういう人がいるって思うんですよね。まあそうですね、はい、まあ、自分基準になりますからね。そうですね、どうしても。あんまり自分は少数派だから他にこんな風に思う人はいないだろうとは思わないですね。そうですね、だってもう自分の中では自分一人の世界で 100% ですから。そうですね、はい、だから結構気になることが多くて、気持ち悪いことが多いですね。多いです。自分では納得できないけど世間では分かり通ってることとかすごいありますね。ね、歌ってましたね。いい調子でしたね。この辺なんかもう本当はもう結構入れたいとこなんですよね。試しにちょっと入れてもらってもいいですか。はい、あ、痛い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 。あ、でも全然弱いですよね今ね。弱いですね。はい、でもそのぐらいまでならって感じですかね。あ、はい、多分結構まあ今ぐらいで、あ、入ってんな、効くなみたいな。はい、今それはどうなんですか、押したいやつの何分の1ぐらいなんですか。5、60% ですかね。5、60%。本当はもうちょい入れたいです。ちょっと入れてみてください。じゃあちょっと効きそうなところに入れますね、はい、狙って。あー痛い。多分このぐらいで自分の中では入ってるっていう認識です。やばい、きつめですね。そうですね。でも多分、はい、これで慣れると、はい、もうこれじゃなきゃやってもらった感じにならないから、はい、それも好きなんですよ。私丹野さんのやつを受けてきたら、はい、3分の1ぐらいの人はあれ良かったなって思いそうなんですよね。そんなにいないですね。これに慣れてこれが気持ちいいとか他じゃ物足りないになりそうだから、なんでならないのか不思議。私ちょっとありますけどね、その中毒性というか、はい、感じますけど。自分の中でもこれが好きなんで、うん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 、なんでこんなに合わないんだろうなって思ってます。丹野さん、あの、十分すごく上手だと思いますし、あの、うん、自分のこう
技を確立したというか、うんうんうん、まあそんな感じなんで、うん、多分その比べる物差しがまたこうないというか、でもあの基本ってあるじゃないですか、はい、この当たりの柔らかさとか、はい、そういうところは全部クリアしてるから、はい、まずその時点で高得点なんですよ、はい、でまああと確かにちょっとそのきついとかの好き嫌いが分かれるとは思うんですけど、はい、でもこのきつさってなんだろう、下手な人のきつさじゃないから、はい、やってあのスッキリする感じもあるし、はい、最初きついと思っても、はい、なんか終わってみたらあら楽になってていい感じとか、変化を感じたり、アメとムチじゃないですけど、はい、ちょっときつさがあることによって、はい、常習性というか刺激があって、はい、その刺激にはまるみたいな、はい、もうそれに近いもので丹野さんのやつって、はい、気持ちいいんですよ。だから全然もっとハマる人が多くいても不思議はないというか、はい、もっとどんどん増えていきそうなんですけどね、ファンが。ハマってる人はやっぱりどっぷりハマってるんですよ、うん、ただその割合がやっぱり低いんですかね、そこまでいく。別にそんな特殊な感じとか嫌な痛みはないですけどね、はい、なんでたまらないのか。まあ要は何でしょうね、その、うん、自分のやり方は基本中の基本というか、うんうん、まあ、逆に言うとなんかその基本中の基本をこう精度を上げてって突き詰めた結果があんな感じなんですよね、うんうん、だってコリを捉えて押す、うん、まあ普通ですよね、はい、言ってることは。ただなんでそれが特殊かっていうと、うん、多分そこまでたどり着いた人もあんまりいないからなんですよね。みんななんか途中でそこまで行くまでに、なんかその、まあ、例えばいろんな他の技術を取り入れたりとか。あ、確かにすごいシンプルですもんね、はい、ダンさんのはね、はい、だから逆に自分はいろいろ学んで、うん、まあ自分の中でいらないなと思うものをどんどん削いで削いで削いでいった結果が あんな感じなんですよ。だからシンプルですね、本当に。ただ押してるだけなんで。あんまりシンプルなものって女の人には受けないかもしれない。あ、女の人ってちょっと特別感とか、はい、目先の変わったものとか、はい、あ、好きなんですよ。ちょっと飾りがついてるみたいな、はい、まあ、そうですね。そう例えば自分の中でこんなところを、うんうん、こんな感じが自分の中ではもう好きなんですよ、うん、気持ちいいですよ。そうですか、うん、全然嫌じゃないです。じゃこのぐらいでも大丈夫なんですね。全然大丈夫です。あ、この辺気持ちよくないですか。うん、気持ちいいですね。私もしかしたらその辺すごい凝ってますかね。凝ってます。あんま普通にきつく感じないです。あ、そうですか。気持ちいいなぐらい。そしたらこれ結構強いですよ。うん、あ、本当ですか。はい、じゃあここ私変態ですかね。そうですね、ここは。あ、全然大丈夫だ。ちょっと慣れてきたんですかね。かもしれないですね。それであとこのふわって引いた時の気持ちよさがすごいありますよね、はい、しっかり入ってる分。そうですね、うん、いや気持ちいいですよ。私丹野さんのやり方好きですね。あ、そうですか、うん、これだともう完全に今自分のやり方ですね。うん、いいと思います。それやっちゃっていい。参考にならなかった。これ多分クレームきますよ。マジっすか。はい、全然私気持ちいいけどな。ダメですね、多分これでやったらもう、うん、8割ぐらい痛いって言われますね。あ、そうなんだ。はい、で今どのぐらいでやってるかっていうと、うんうん、こんな、うん、このぐらいです。このぐらい、うん、確かにそれやると痛いけど、でも嫌いじゃないな。なんか私ちょっとバカになってきたかもしれない。多分あれですよ、うん、ちゃんと狙えてるからですよ、うん、そうですね。嫌な引っ張り感みたいなとかもないから、はい、それでも気持ちいいっすよ。はい。